ようこそポート8チャンネルへ。第11回目はプラステックのフィルムスキャナオプティックフィルム120とレイザーソフトイメージングのプロ用スキャナーソフトシルバーファーストをご紹介します。フィルムカメラ愛好家の共通の悩み、それはデジタル化です。フィルムだけど綺麗に撮れたので SNS でアップしたいけど、現像やプリントでもお金がかかるのにスキャンまで。今回紹介するオプティックフィルム120は自宅で可能なフィルム専用のスキャナーです。では実際にスキャン現像を進めながらポイントを解説していきます。最初に下準備です。オプティックフィルム120と PC を USB で接続し、スキャナーソフトシルバーファーストを起動。スキャナー選択でオプティックフィルム120を選択し、開始をクリックします。次にオプティックフィルム120に付属の7種類のフィルムフォルダーの中から撮影フィルムに合ったフォルダーにフィルムをセットしてください。オプティックフィルム120は 35mm、35mm ネガスライド用 6×4.5、6×6、6×7、6×9、6×12 と 35mm 版から中盤まで幅広いサイズに対応しています。今回は中盤フィルムカメラで撮影しましたので、中盤用のフォルダーにセットしていきます。フィルムセットのポイントは、ブロワーなどでフィルムについているホコリをなるべく取り除く、フィルムはしっかり手袋をして取り扱うといったところでしょうか。後で補正は可能ですが、結構手間なので、この段階でなるべく綺麗な状態にしておきましょう。フィルムをセットしたら、シルバーファーストで外観ボタンをクリック。この外観は、スキャンする位置や色味の変更などを確認するための簡易スキャンです。簡易スキャンをしたら、フィルムのサイズ、種類、保存形式を選択し、スキャンディメンション欄で名前、パス、画質を選んでいきます。今回はフィルムのサイズは 6×7、 種類はネガ、保存形式は 24bit、 画質は 150ppi を選択しました。ポイントは、画質と解像度はスキャン時間に大きく関係してくるので、使用用途に合わせてなるべく小さいサイズを選ぶということです。スキャン数が多ければ、なるべく小さいサイズで取り込み、気に入ったものだけ大きいサイズで取り込むなどすれば、時間短縮につながると思います。シルバーファーストはネガフィックスという、撮影したネガフィルムのメーカータイプ ISO に合わせると自動にポジティブファイルに変換するためのコントローラーがありますので、ネガで撮影した場合は合わせましょう。今回は撮影フィルムに合わせてコダックポートラ400にしています。あとは露出や色補正など詳細の設定ですが、私はこの段階ではなるべくフラットになるように設定し、
ライトルームやフォトショップで細かい設定をしていくので、あまり追い込みをかけません。しかし結構使用する機能が ME と ISRD です。 ME はマルチエクスポージャーの略で、露出を変えてダブルスキャンすることによりダイナミックレンジを拡大して画像のディティールを大幅に向上させる機能で、 ISRD は赤外線チャンネルを使用することでホコリや傷の除去をする機能です。両機能とも使用することでスキャン時間が大幅に増えますが、 ISRD は効果が大きいので私は絶対に使用しています。しかし ISRD は白黒フィルムや保存形式がローにした場合は使用できないので注意が必要です。各種設定をしたら最後にスキャンボタンを押して完了です。デジタル化した画像がこちらです。左側が ME と ISRD 機能を使用しており、右側は使用していません。拡大すると分かりますが、特に ISRD が効果を発揮していて、このように使用していないとホコリが結構付着しています。ちなみに 350ppi で高解像度でスキャンし、ライトルームで色味をいじったデータがこちらになります。最後にオプティックフィルム120は現在オプティックフィルム120プロという最新機種が出ています。大きな違いは USB2.0 から USB3.0 になり、転送速度が最大 80% 向上、再設計されたフィルムフォルダーでより使いやすくなったらしいです。では今回はこの辺で。